どうも、つむつむしびたです。今日はね、ミッキー&ダッフィーのコイン稼ぎのやり方とコツを解説していこうかなと思います。まあ、リクエストもね、めっちゃ多かったんで、ちょっと、頑張ってね、コツまとめてみました。で、ただね、今回は、まだ2日目、出て2日目ということでね、コツもね、まあ、頑張って絞って出したんですけど、もしかしたらね、今後また新しいコツとかがね、増えていくかもしれないし、まあ、僕もね、だんだんこのつむに慣れていって、なんか新しいコツとかも、判明してくるかもしれないので、もしかしたらね、その場合は、このコツ動画以外にもね、また新しく、まあ、8月末くらいにもしかしたら新しく、コツ動画をね、出すかもしれないので、もしかしたら、その可能性もあります。なので、まあ、未来にね、この動画見てくださってる方がいたらね、ぜひ、その最新動画があるかどうかご確認ください。ということで、今回は、ミッキー&ダッフィーのね、コイン稼ぎの現時点でのやり方を解説していこうかなと思います。で、まずね、このつむのスキル説明からいくんですけど、ミッキーのスキルがね、効果時間、2種類になるっていう効果時間のスキルなんですけど、これね、時間はね、変わんないです。どのスキルレベルでも。スキル3でも、スキル6でも変わんないです。ちょっと今回は、まあ、スキル3の人が多いかなっていうことで、スキル3でやっていこうかなと思うんですけど。で、基本知識はね、ミッキーのスキルめちゃくちゃ重いんですよ。めちゃくちゃ重いので、もうダッフィーのスキルを発動しまくって、ミッキーを貯めるっていう意識をしましょう。重ね書きをね、意識しすぎても、ダメっていう感じかな。もうダッフィーに関しては全然発動しちゃっていいです。溜まったら発動しちゃっても OK です。はい。もうすぐ溜まるし、ダッフィー。ダッフィー必要詰め数13くらいなのかな。めちゃくちゃ溜まるよね。はい。で、はい、ここで注意ポイント。注意ポイントは、ミッキーが溜まったら、ダッフィーのスキルが発動するまで発動しないでください。つまり、ミッキー単独では絶対に発動しちゃダメです。なので、こういう場合は、ダッフィーを貯めてから、何が何でもダッフィーをこうやって貯めてから発動してください。じゃないとね、ミッキー単独だとね、めちゃくちゃグダるんですよ。このミッキーのスキル中に。そうするとね、ここの横ライン消去はね、ここの横ライン消去をする回数が減ってしまうので、そこをね、なんとかしましょう。ミッキーのスキル中に、このダッフィーの横ライン消去を何回発動できるか、横ライン消去とマレ系かな、何回発動できるかっていうのが鍵になります。で、基本的にはね、このミッキーのスキル中に、やべ、ダッフィーのスキルを2回、2回目ね、これ。2回発動できればいいんですけど、余裕がある人はね、あー、間に合わず。余裕がある人は3回狙ってみるといいかなと思います。で、今回はそのためのコツを解説していこうかなと思います。まあ、結構ね、忙しいんだよね、この2回狙う。初心者さんとかにとっては結構ね、2回狙うっていうのもハードル高いかなと思うんですけど、今回はそれを安定させるためのコツを解説していこうかなと思います。はい、重ね掛け状態になりました。まずですね、ミッキーのスキル中、キラキラダッフィーを消す際は、まあ、横ライン消してから、マレ系というか、ま、キラキラダッフィーが出てくるんだけど、キラキラダッフィーは周りのツム消すんですけど、ここですね。ここではね、なるべく端からなぞり始めてください。はい。こういう場合ね、こういう場合だと、多分ね、結構な人ね、こっからなぞり始めちゃったりすると思うんですけど、これだとね、ここの部分がちょっともったいないんですよ。なので、もうちゃんとね、こういう場合はね、あれちょっと待って。OK。ここのちゃんと端からなぞり始めてください。もうこの盤面が来た時に、この端を確認して、まあ、ここに端にダッフィーがいるんですけど、チェーンの始まりとして一番適してるのが、まあ、ここですね。ここ。ここなんで、まあ、こう、つなぐと、いい感じにチェーンできるかなと。そうすれば、端から端まで繋ぐことによって、消去量もね、かなり安定するので、とりあえず大消去をね、意識しましょう。はい。こんな感じ。ちゃんとできたね。はい。まあ、こんな感じでね、この大消去ができるかどうかも結構重要なので、ちゃんとね、この端から端までなぞるっていうのはね、意識しておきましょう。はい。で、二つ目のコツが、2つ目、ミッキーのスキル中のコツ2つ目が、ボムキャンセルをしようです。毎度のごとく、もうめちゃくちゃ僕がもう、まあ、コツ動画で毎回言ってることなんですけど、ボムキャンセルをねしっかりしましょう。で、ボムキャンセルのコツとしては、
まあ僕の動画見てくれてる方ならね、もう結構もう知ってるよって人いるかもしれないんですけど、片手でねやってる方は両手を使いましょう。ね、両手で使うって言ってもそんなに難しくなくて、例えばね、右利きの人は右手でなぞってると思うんですけど、右手でなぞりながら左手でボムを消すっていうだけです。これをするとめちゃくちゃ早く消せるんですよ。早くというか、まあスムーズに消せるようになります。とかボムキャンがね楽になるんだよね、これすごい。やべ、ちなみにね片手でやるとね、ちょっと若干大変というか、いや指を移動させなきゃいけないから、その分ね結構時間ロスになってしまうんですけど、片手の場合はね、両手でやるともうそれがねなくなってね、はい、すごい楽になりますなので、いやボムキャンセル早くするには、この使ってない方の片手を使ってなぞるっていうのもね意識してもらえるといいかなと思います。はい、よし、じゃあ続いてまだねちょっとコツありますけど、これね視聴者さんからね教えてもらったんですけど、ミッキーの発動前だね。ミッキーの発動前はダッフィーがねなぞれちゃうところ、ダッフィーがなぞれちゃう部分があったら盤面に、はい、ダッフィーをなぞってからミッキー発動すると繰り越せるんですよ、若干。なんでそれを意識すると面白いかも、面白いっていうかいいかもしれない。こことかだと、まあ、本来なら普通にミッキー発動しちゃうとこなんだけど、左側にねダッフィーいるんで、ダッフィーなぞってからミッキー発動、6チェーンできました。で、はい、ですが発動すると、まあ、横ラインの消去数若干減っちゃうんだけど、はい、溜まりやすくなります。ここで、はいはい3回目いけちゃったでしょ、ほらこれでね、ほら3回いけるようになっちゃうのよ。なのでこれね結構いいかもしんないですよ。まあ難易度は少し高いんですけど、これするとねほんとね、3回安定もう夢じゃないくらいになっちゃうんで、こことか、まあ消去範囲に あんまり被らない程度にねやれるといいかなと思うんですけど、がっつり消去範囲と被ってたら横ラインの消去数減っちゃうんで、ほいほい。でもね、あの低スキルのうちは、まあ、横ラインよりもこのマレ系のねこのロングチェーンの方が重要なので、はい、いやーいなかったな。かなりねこのコツ結構重要なんじゃないかなと思います。視聴者さんから教えてもらったんですけど、マジで本当にね3回大消去3回、ここはまあ 3チェーンでいっか。真ん中のね4チェーンだと消去範囲とかぶってしまうんで、あ今連打力が足りずに終わってしまいました。まあ、そういう時もあるんですけど、はい、なんでまあ大消去3回目指してるって人はねかなりこのコツ有効になるかなと思います。はい、やっぱスキル上げていくとこの横ラインの恩恵がめちゃくちゃでかくなってくるんで、そうなるとね あまりにも横ラインの範囲とかぶったところをチェーンしてしまうとすごいもったいないので、まあ、本末転倒みたいになってしまうからね、そういう場合はまあ、ほい、ちょっと諦めてもいいのかなとは思うんですけど、ほい、よし、オッケー。まあこんな感じで3回割とねいけるようになっちゃうんですよ、このコツをつかむとねというのが今回のツムのコツです。まあちょっとね、重ね掛けとかもね難しい、まあパイロットルークにちょっと似てるようなところはありますということで、コツに関してはねこんな感じになるので、最後に1回ね普通にプレイしてみようかなと思います。スキル3だからね、スキル3、さっきのコツを意識しつつ、ほい、あタイムボム出ました、ありがとう。ダッフィー、いやミッキー多いね、ミッキー多いぞ、ほいほいからの
めっちゃ連打。いやー2個消えちゃったな。これ連打力足りないのかも。ほいほい。よし3回目。よし、スキル3でも3回いけちゃうのがすごいね。ほんとこの爪、スキル1でもね3回多分いけちゃうと思うんだよな。でこの爪ですねノーアイテムでめっちゃ強い可能性があるんだよね。スキル3だとアイテムなしがめっちゃ強いかもしれない。はい、よし、また動画にしようかなと思うんだけど。はいはい、ダッフィー、もうたまったら、ダッフィーがたまったらもうダッフィーだね。すぐダッフィー。はい、いや3チェーンだとちょっとあれかな。もう消去範囲とあんまりなるべく被らないように意識したんだけど。はい、よし3回目。3回目安定しない。3回目安定しております。余裕がある人は3回、1スキルに3回目指せるんで、まあでもほとんどの人はね、まあ2回の方が安定するんじゃないかなと思います。僕でも全然ね3回できない時全然あるので。うわ、オッケー、よし、繰り越しが結構重要。この3回目、僕が最後に解説したコツがね割と重要です。はい、5000枚。うわ、オッケー、溜まったナイス、今溜まったの嬉しい、よかった。今絶対ダメだと思ったもん一瞬。てか大体、あ、この粒であの状況になるときは大体あれなんだけどね間に合わないんだけど、間に合っちゃった。はい、6000。よし3回目。3回目安定してるね、すごい。はい、いや最後いけるかな。最後重ね掛け間に合うでしょうか残り4秒。間に合った間に合ったけど横ラインで終わりそう。あー、まあ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 いいでしょう。7000枚という感じで、まあスキル3でもね今回稼ぐポテンシャルあるので、ぜひね皆さん3回を結構まあできるようになれば、まあこんくらいね稼げたりもするので、まあ3回は結構ハードル高いんですけど、せめてね2回は安定させると結構ね安定して稼げるようになるかなと思います。ということで、今回はねミッキー&ダッフィーのコツについて解説していきました。この動画が良かったなと思ったらね高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんバイバーイ。本日もご視聴本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかを分かりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。